図書館を歩いてゆく、なるべく足音は立てないように気をつけて、月明かり誘われて、大きなクジラが泳いでいる、海の生き物図鑑からこっそり抜け出して、カーテンを揺らす魚の群れも連れて、本棚すり抜けるカニとマンボタコ、天井にはクラゲやウミガメ集まって、ソッパを打つ。誰も言葉は話さない、話せない、金木犀の匂い、ほのかに薄く漂う押し付かに、夜の図書館を歩いてゆく、なるべく足音は立てないように気をつけて、月明かりとても眩しい夜、助けに
のり